い、木の店三目です。これはですね、欅の一枚板になります。表情がいろいろこう飛び飛びでね、いろんなところがこういろんなことになってて、まあこの辺はそうですね、ちょっとこうなんか枝の節があったような感じのところですかね。末口の方になるんだけど、まあ、こういう風なね、入り皮みたいなね感じになってるとことか、まあ、節の欠けとかですね、そうですね、パテ埋めしてたりとかですね、もうやらずにそのままちょっと表面だけね整えて、ただ平らにはなってないように仕上げたりとか、この辺なんかほぼほぼ何も、やってなくて、ちょっとこう、少し磨いた程度にしているとか、そういう風な感じですね。あとこの辺も、大きいね、穴がこういうね、穴が開いてますけど、これも、埋めたりはしてないで、このまま仕上げてますね。あとはこう大きくね割れたところとか、そういう風な感じのところとかですね。あとはまあこうこういうね、ちょっとね出っ張ったところがコブっぽい感じでなんかね出てる感じですね。こういう風なのがちょっとあったりとかですね。そんな感じのこう形自体もね、少しこう、曲線があって、なんとなくちょっとこう魚に見えるようなね、そういう風な感じにも見える、欅になってます。サイズの方がですね、長さが1950、そして、こっちがね、まあ、こっちが末口なのかなと思うんですけど、この一番この末口の端のところが一番狭くて、ここが460ですね。そしてそこから、まあグッとね広くなって、そうですね、大体、この辺で大体この広くなったあたりで大体640くらいですかね。そして、この板の大体の真ん中のあたりが650、そしてこの一番ね広くなったところが、この出っ張りがあるね、ここの部分が、まあ、一番、広い幅になってるのかなっていうところですね。こっちが、その一番広いところで710ですね。そしてまあ大体また、600前後くらいになってて、で一番この端のところが570です。そういうふうな感じで大体まあ600前後くらいの、幅のね、台面になってるような感じですね。そして厚みの方が52ミリになってます。木味もなかなかいいですし、まあ目積みもまあまあそこそこねいいですね。で、まあ、こういうふうにね大きく割れたところがね、ざっくり割れたところなんですけど、ここもまあ綺麗に埋めができて、その辺も、オイルをね塗った時にこういう大きいね、割れの部分とかが、まあ、どういうふうな感じに、ね、映るのか、あとはまあこの辺ですね、この辺もいろいろ大きい割れがあったりとか、そうですね、こういうふうに朽ちたところとかですね、あとは赤みのこう色がね、特にまた節回りの、動いたところとか、その辺とかね、またこうどんな風な感じにね仕上がるのか、見ていただけたらいいかなと思います。はい、それではね、オイル仕上げの方ねやっていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。反対にしてキューラの方からね塗っています。そうですね、このキューラの方なんですけど、ですね、まあ、結構ね木が動きが反りが結構あって、ここのこの部分が小口から見てもらうとちょっとね、板が薄くなってるのが真ん中のあたりあるんですけど、この一部分がだいたい今塗ってるこの辺がですね、削り残しになってる部分なんですね。プレーナーで、この部分まで削るともう板全体がもっとね薄くなってしまうので、
あえてこの辺は、プレーナーをかけないで、まあもともと製材されてたね、その部分をそのまま、削り残しとして残してます。なのでまあこの部分だけ、ね、ちょっと平らじゃなくて少しほんの少しちょっとお皿みたいな感じで、あとはこう少し波打ってる感じで、手触りもね少しこうざらついてる感じになってるんですけど、そういう仕上げになってます。まああとこの辺も何もほぼほぼ何もせずにね、ちょっと表面だけ、接着剤でねこう整えてるぐらいにしてますね。そうですね、まあ、木裏の方を、まあ、幅もある程度、ね、広くはなってるんだけど、そうですね、まあ、大体は、ね、平らになってるんだけど、このちょっとこう今、ね、見てもらって分かるようにこの色が少しだけ、こう艶が少し、ね、変わってるところだけが削り残しになって、プレーナー仕上げが、かかってないところ、大体この辺りですね。でそれに、まあ、こういうのが入ってたりとか、まあ、こういうのが入ってたりとかっていう感じになってますね、はい、もう一箇所削り残しになってるのはここもそうですね、ここもほんの少しね、削り残しの部分はここの部分だけありますね、はい。まあ、特別使い勝手が悪いというわけではないかなと思うんですけど、まあ、ちょっと全体の写りがね少しこうつるっとなってるところとね、そうじゃない部分がこう見てね分かるような感じなので、はい、まあ、好き嫌いのね分かれるところかなと思うんですけど、まあ、置いて使うだけの感じだったらね、表を使ってみたりとかひっくり返してこっちの裏をね使ってみたりとかっていうので二通りをね、楽しむことができるかなと思います。木裏の方はね以上になります。はい、じゃああと引き続きまた反対にして木表の方塗っていきます。はい、木表の方になります。木表も、この辺をねあえても何もせずにね、もともとあったあの状態をあえて何もしないでね、こういう風な感じで残してみました。今ねオイルを塗ってこんな感じになってます。今回ねこの板は、まあ、大きくね割れた部分とかを除いては、なるべくちょっとこうそのままこうね、くぼみがあったりとかちょっとね虫穴もそんなたくさんはなかったので、まあ、こういう風に大きいところとかはね、そのまま、の状態でね残して仕上げることにしてみます。していますね。こういう風な感じのところに、ね、なるべくそのままの状態を、残してね、パテ埋めとかを、しないでね、で残してちょっと仕上げてます。これ結構ねこの辺なんかはこう木のね動いたこう入り組んだね木のこう表情がそのまま木目にちょっとこう出て動いてますね。動いた感じの木目になってます。そしてこっちの方がね、比較的、素直なね板目の、木目になってますね。このね、大きく、そうですね、2センチくらい、上から下までね、もう貫通した割れが入ってたのが、この辺の埋めも今ね、オイル塗ってみるともう、だいぶ違和感なくね、仕上がってるかなというふうに、思いますね。いい感じで仕上がってるかなと思います。そうですね、この小口のところのね、見え方も
そうですね、まずまずいい感じでね仕上がってると思いますね。で耳の部分が、まあ、この辺がシンプルな、ね、感じで、そしてこのボコッと、ね、出たところが、ここがあの木の、ね、皮の部分がこう虫が張った、ね、虫がこう食べた跡になります。でもこう雰囲気あって、ね、すごく立体的だし、すごいいい感じですね。この辺なんかもこうこれぐらいの大きさのカミキリムシですかね、あの皮の間にね、こう白玉を食べてね、こう 冬を過ごすようなある程度大きいね、穴になってますけど、ここもほぼほぼ何もしないで開いたままの状態で仕上げてます。この辺もそうですね、この辺も開いたままでね、パト埋めとかはせずにそのままをね、そのままで仕上げてます。この耳の部分もね、あのだいぶこうちょっとシワのような感じになって入り組んでて、そこがまた陰影があってね、こう今オイルを塗るとこう結構景色がね、表情が現れてきて、そうですね、だいぶいい感じですね。仕上げる前は、まあね、こう見てもらって分かるように、ここがまずね大きく、このままね仕上げられるかどうかなっていうぐらいの、大きいね割れがあったんですけども、そうですね、まあ、パテ埋めもね、うまくいって、今このオイルを塗った時のね、濡れ色なんかもこの 板のね、全体とこう、ね、中に結構溶け込んでる感じで、そんなに違和感なくね、いい感じで仕上がったのかなと思います。そうですね、まあこういうふうな割れがあったりとか、まあこの辺は本当に自然がね作り出した感じの雰囲気ね、たっぷりのこうね、やっぱこう見てて飽きないような、ね、場所になってて、この辺なんかはねすごく、やっぱりこうワイルドな感じでね、そしてあのオイルを塗ってさらにね立体的にこう表情が浮かび上がってきてね、本当にかっこいい感じ の板の台面になってますね。はい、この辺も我はね、違和感なくいい感じになってると思います。全体的な表情とすれば、本当にこっちの、ね、いわゆる欅らしいね、欅の本当にこうらしい色とね、板目のところからね、この、木がねぐっとこう曲がったところがすごくね、赤みの色もね濃く出てきて、いろいろこう木が成長する中でもね、いろんなことがこうあったのも刻まれてね、それがしっかりなんかこう見ててね飽きない、いい表情に、ね、なってるんじゃないかなと思いますね。はい、全体的に見れば本当にこう、ね、雰囲気たっぷりでね、いい感じになったと思います。サイズ的にはですね、まあ、大体2メーター弱で、幅の方もね大体60センチ前後ぐらいで、カウンターとして使うのであれば十分ね、使えるし、まあ、形が面白いのでセンターテーブルみたいな感じでお部屋の真ん中に、置いてもね、しっかりこう存在感をねアピールして、いいねオブジェ感もありながらしっかりね、空間を演出して、ね、くれるような、ものにね仕上がってるかなと思います。はい、すごくね本当にいい感じで仕上がったんじゃないかなと思います。はい、欅の1枚板の、ね、オイル仕上げしてみました。ご視聴ありがとうございます。